皆様こんばんは。7月1日今晩の相場展望チャート分析編をお届けをしたいと思います。ご覧いただいておりますのがドル円の時間足になりますが、本日10時前、135円の984まで、上がったところ、ちょっと5分足に切り替えますが、ここですね、10時前に984まで上がったところから、なかなか136円台にはの、戻れず、で結果的に中値が決まった後ですね、ガタガタっと崩れつつ、ニューヨークの安値135円のその55というポイントを割ってから、いきなりここからストップロス気味にですね、大量のドル売りが出てまいりまして、なんと135円も割り込み、134円の758まで下落をする展開となりました。瞬間的に今戻しが入って411まで上がってまいりまして、ちょうどこれ時間的に見ますと午後4時からの買い戻しなので、これは特にあのロンドン勢、アジアが今日確実にショート振り、あの売り込んだ分のですね、そのショートを切りに来た動きではなかろうかというふうに思います。ショートカバーを導き出して、ただしですね、米債の利回りもやっぱり上値重たいですから、それを考えると引きつけて戻り売りの方向でいいだろうという気がしております。今回135円の55を割って急落を始めたこの11時過ぎの相場ですが、これ5560をつけるようだと瞬間ストップで跳ねる可能性はあります。ただし跳ねたところはまだ136円にかけて重たいだろうと考えておりますので、今日のオーバーナイトはちょっと今から考えると2段階ぐらい5560のストップを引っ掛けて跳ねた75売りたいということで、135円の75の売り、ストップ136円ちょうどで、そして買い戻しは、まあ今日ですね、135円の20程度ですね、あの134円台まで突っ込んだ時にはこれはあのストップロスがあったんで突っ込みましたけれども、ここからもう一回135円を割ってじりじり134円の70以下、75まではだいたいほぼストップロスはついてると思うので、まあ、正確に言うと76までですかね、はついてると思いますので、この下のストップをつけるためにはもう一回新規でドルを売る材料が必要だろうというふうに思います。したがってもし135円の75がもし売れた場合には、利食いは135円の20程度でイメージをしてみたいなというふうに考えています。次はユーロドルです。ユーロドルも非常に上値が重たく、朝方自分が 1.05 で、売りを考えましたが、今日は 1.04 の、まあ、一番高いところでも朝7時以降ですね、80がつかないぐらいでございまして、ここから落っこってしまいました。で 1.04327 までタッチをして、今ちょっと戻し、小戻しはしておりますが、非常に流れからいくと上値が重たい展開になります。これ時間足で見てみたいのですけど、この 1.03 台ですね、攻め込みましたけれど、やっぱ非常にあの1回は反発しても上値が非常に重たい展開が続きます。したがって 1.04 の80で戻り売りを、 1.05 のここですね、もし80を売った後 1.05 の90日線が今 1.05 近辺にあって、で、これちょっと色がついてませんが、雲の、上限がですね、今 1.05 の20ぐらいにありますね。なので、ここのポイントに関しては、引きつけて、1.05 の20でストップを置いて、で 1.04 割れたところ、突っ込んだところでちょっと買い戻しを考えてみたいなというふうに思います。まあ 1.04、 そうですね、 1.04 割れたところギリギリ 1.03 の95あたりで利食いを考えてみたいなというふうに思います。はい、では次にユーロ円です。ユーロ円も方向的には戻りを売るというスタンスでございました。ただ今日についてはなかなかちょっと売りたい142円の60売れずに下がってしまいましたが、現状から言ったらやっぱり142円の、こちらの方はですね、20近辺戻り売りをしたいと思います。
142-20の売りで、142-50ストップで、そして買い戻しは141円台、まあ、今日の安値のポイントまでちょっといけるかどうかはっきり分かりませんが、140円台では買い戻しを考えたいなと思いますので、140円の95で、141円割れのところで考えてみたいと思います。次は、ポンド円です。ポンド円も非常に上値が重たいですが、先にちょっとポンドドル見ます。ポンドドルに関しては、1.21 の、40.45のところですね。1.2145の売り。1.21 の、75のストップ。そして買い戻しは 1.21 ちょうどで。ポンド円ですが、これは引きつけて164円のこの90移動平均線と200移動平均線、まあ、165円の50から166円完全に止めてます。雲も上にありますので、やっぱりかなり重たい。したがって21時間の移動平均線のあたりで164円の65で売りを、165円ちょうどでストップを、買い戻し163円の70で買い戻しをしてみたいと思います。オージードル、これも 0.68 の40のポイント売りで、 0.68 の70ストップで、 0.67 のこちらの方は 0.6780 で買い戻しを、OG 円です。OG 円も非常に今日上値が重たく、急落をしております。92円の、65で売りを、93の、05でストップを、そして、92円ちょうどで買い戻しをイメージをします。ニュージードル、ニュージーも 0.62 の15で売りを、 0.62 の40ストップで買い戻し、 0.61 の65で、大円に関してはこれも非常に上値が重たくなっておりますので、84の15で売りを、84の40ストップで、で83の50買い戻しで、今日はドル円クロス円ともにですね、すべて戻り売りの方向で考えてみたいと思います。米債利回りの低下がもしとどまらないようであれば、もう一段の下落の可能性がありますので、レベル感で買うよりはですね、引きつけて戻り売りの方向から入ってみたい、そのようにイメージをしております。非常に簡単ではございますが、今晩の相場展望チャート分析編、この辺で失礼させていただきます。どうもありがとうございました。それでは失礼します。 JFX 株式会社代表取締役小林義彦です。いつも YouTube をご覧をいただきまして誠にありがとうございます。JFX 株式会社はスキャルピングと呼ばれるポジションを持ってから決済するまでの時間が数秒から数分と、とても短い取引をされる方に選ばれている会社でございます。業界の中では数少ないスキャルピング OK であること、連打注文が OK であること、1日の取引制限がないこと、約定スピードが最速 0.001 秒とサクサク約定することなどが選ばれている理由だと自負しております。ぜひ当社でお取引をいただきたく、
YouTube 限定企画の新規口座開設キャンペーンをご用意をいたしました。新規口座開設期間内に小林義彦 JFX YouTube 限定企画経由で新規口座開設をしていただき、取引期間内に新規約定の合計で1万通貨以上のお取引をされ、かつ申し込み期間内にキャンペーン申し込み専用フォームによりお申し込みをされた方に4000円キャッシュバックと私のオリジナルレポートをプレゼントいたします。オリジナルレポートの内容はスキャルピングのコツ、チャートパターン、スキャルピングのためのテクニカル分析など、私がツイッターで売ったり買ったり情報発信をしているトレードのエントリーや決済の根拠についてのものです。中値トレードや実需についてもお問い合わせが多いので、こちらもコンテンツに入れております。 YouTube 動画の概要欄にキャンペーンページの専用 URL がございますので、ぜひ口座をお持ちでない方はご検討ください。よろしくお願いいたします。